皆さんおはようございます。朝のホットな時間、みっちゃんねるです。今日はね、何の話かというとね、まあやっぱり今日もね、まあ、YouTube の話に なるんですけどね、やっぱりこの思うのはね、やっぱりそのみんな個性がね強い方が多いなというふうに思うんですよね。本当にね、こうもうその多分その息遣いとかですね、そういうこうねテンポだとかね、そういろんなことがね、もう本当にこうすごいなと思って、個性がある人が本当に多くてね、びっくりするんですよね。まあある意味ね、この僕は最近思うんですけどね、ちょっとね案外そのやっぱ個性がねある人しか残ってないのでね、普通の人ももう消えていないんじゃないかなと思うんですよね。っていうふうに思うのはね、なぜかというと、割とねこうなんかこう知ってる人同士で知り合いなんですよね。これ他にも思ってる人いるかもしれませんけどね、僕がねちょっと関心を持ってる方ね、まあ男性の方で言えば、例えばまあダロウさんもそうだけども、まあ元気なおじいとかね、サトチューンさんとかこの辺のまあ参考にねするべき人なんかがね、まあいるんですけどね、まあ、あと最近いろいろな方も他に面白いなと思った人もいっぱいいるんですけども、まあつながってるんですよね。つながってるっていうか、まあお互い認め合ってるとかあって、いつもなんか褒め合いをね、褒めていらっしゃいましたけどね、この間も。だけどまあそういうまあ普通の人残ってないかなと思うね。一般的な人はもう本当にこうまあチャレンジしてはね、やっぱりねもう消えていないのかなと思いますね。だから案外その YouTube の人ね、まあ、僕のこれ考え方ちょっとその違ったらまだ本当に訂正していただきたいんですけどね、案外少ないぞと、案外いろんな分野にそんなにたくさんいないんじゃないかなとちょっと思ったりするんですよね。だからその本当にこうその少なく選ばれた中のね少数精鋭の残った方がね、まあ、この世界で本当に何万人とねチャンネル登録者の方をね獲得されて、そしてまたそれを続けてですね、皆さんを喜ばせているような動画をねずっと作っているのではないかなとね、本当に思うわけなんですよね。だから僕はもう本当にこうね、取り立ててこの、詳しい分野ってさ、仕事はね実際あるんですけど、まあこれね入れちゃうとね、やっぱりこう楽しさがね半減すると思ってるのでね、まあこれはちょっとまた将来別のチャンネルでするかもしれないけど、今のところはですね、まあそれ以外の部分でねどんどんやっていきたいなと思ってるんですよね。で、まあ、とにかくそのまあいろんな方とねここで出会えるということが、ね、本当にこう幸せだなと思うんですよね。まあ、本当にこれはね僕まあ2チャンネルとかねそういうのは好きで見てましたけどね、全く書いたことないんですよ。っていうのもねやっぱり、ね、怖いですね。ネットとかああいうのはやっぱりね怖いと思ってるから、その炎上とかねすごくこう批判されたりね、まあ、そういうのよくあるじゃないですかね。ここバッドボタンがいっぱいついてる人を見るとね、なんでこのやつにバッドボタンがついてるのかわからないような動画もあるしね、まあ、そういうのバッドボタンつけられてもへこみますしね、批判されてお前死ねとか言われても本当に僕もやる気がね多分ねもう初期やったら失せますよ。だからだけどね、本当に今までのね経過たどるとですね、みんな応援してくださってね、頑張れとかね貼り付けてね応援してくれたりとかですね、毎回コメントでねいただいたり、もう本当にねありがたいことでね、本当にもう信じられないですよね。こんなことが続くなんてね、もう本当にね、もう夢のようなんですよね。だから、まあ、人生こう思ってもね、いないことがあるなと思うんですよね。まあ、本当に、まあ、これからちょっとね、また続けてね、いきたいと思いますし、まあ、ネタがね、困ることもあるんでね、まあ、いろいろ勉強しないといけないこともあるんですけどね、まあ、今朝ね、こういうことをね、考えながら、朝のね、散歩をね、今してる途中なんです。朝新聞読みましてね、最近日経新聞ずっと撮ってますので、日経新聞読んで、国際ニュースなんか見てね、何を喋ろうかなとか思うんですけど、まあ、結局そんな国際的なこともね、経済的なこともあんまり皆さんにお伝えするようなことはなかなかできないんですけどね、まあでも朝のねこの素晴らしい光景を少しこう堪能していただければなと思ってね、こうやって見ていただいてるんですけどね、こうやって朝皆さんこうやってお伝えして、またコメントを書いていくね、非常に本当に楽しい時間です。
もうあの終わりますのでね、ちょっとこう最後にこの神戸というか行っちゃったけども、うん、景色をね見てください。